四日市です。やってきましたよということで、ここは三重県桑名市の桑名駅、まあ、近鉄の桑名駅です。もう JR とね、三岐鉄道北線、あと、伊賀鉄道も来てるっていうね、4社がね乗り入れているというね、なってますけどね、そうでここね、まあもう何回も来てますけどね、ついにね、できたんですね。自由通路が出来上がったということで、それは出来上がってからまだ来てなかったんですよね。出来上がる直前にね、この前来てね、ちょっとしまったね、そういうメイトさんとかいろいろ撮ったりしてましたけど、いやでもこっち側の方も本当綺麗になりましたね。この前駐車場がね、整備されとっていいなって言ってましたけど、なんかめちゃくちゃ綺麗に整備されましたね、また。より一層整備されて、いやーすごいな。いいな、桑名駅。ね、こんな、日の鳥に、ね、島風に、伊勢島ライダーに、青のシンフォニーね。青のシンフォニーだけはこっちにも入れませんけどね。期間が違うから。こういうな広告まで打って、あらあら、ね。すごいですね。力入れてますね。広告も綺麗になりましたね。全部で、ね。新しく作り変えたですね。まあそうですね。前はここが工事中でね、ここは人通りが少ない方だったんですけど、今度はもう、ね。ど真ん中にないわけですから。あ、通過列車ってことは、これもしかして、火の鳥でも来るか？桑名駅は基本特急停車駅ですから、通過列車って来ないはずですからね。私駅らしく、あれですね、ホームのベンチの向きが、関西、大阪とかにあるような向きに変わりましたね。これ何でしたっけ？なんか、酔っ払った人がなんか、ホームに転落するのを防止する効果があるんでしたっけ？なんか、それでこういう風にして、ホームに対してね、昔はこう縦に並べて取ったらこうしたみたいなね。そしたら一気にそういったホームの転落事故が減ったみたいな話やったかなと思いますけど。ちょっと上から狙ってみましょうか。今日はちょっと私の登ってみましょうね。わあ、すごいオートだ。人もいないし、ちょっと乗ってみましょう。うわ、あ、乗ったらこう加減速するような最新式な構造じゃないですか。何これ、新芽の湯、え、どこ、これ、あげうまし、ただ、へえ、日帰り温泉施設できるんだ。新しい、あ、まだ準備中なんですね。へえ、これは上からは見れないかな。あ、出たら大丈夫だ。まあ大丈夫、出入り自由ですからね、何回でも入りやし。よいしょ。おお、私、あ、すごい。すごい、なんだこれって思いましたけど、これあれか、立体的に見えるってやつか。どう？見えます？ああ、見える。見えるな。すげえ。へえ。もうめちゃくちゃ綺麗になった。なんか、生駒駅みたいな感じになりましたね。感じとしては、イメージとしてはそんな感じかな。で、近鉄線がここにあって、養老鉄道があって、全部こう、綺麗に分かれたんですね。で、多分連絡通路は残ってるでしょうね。近鉄と養老鉄道で。で、JR はやっぱし、分かれてますけど、この前みたいに改札をぐるーっと出て、またそこで切符買って、中に入ってみたいなことはしなくて済むようになったみたいですね。これはいいですね。もう列車が通過しそうですね。ここからだと養老鉄道は見えないか、養老鉄道は反対側での方までしかホームがないでしょうけど、 JR も見れるし、三岐鉄道もね、奥にちょこんといますからね。三岐鉄道までのアクセスはまだちょっと大変そうですけど、うん、そう、ちょっと駅が離れてますかね。西桑名駅って、まあ東側になりますけど、まあ詳細はね、西桑名駅についてっていう動画があるんでね、それでどうしてね、桑名駅の東側に西桑名の駅があるのかとかはね、語ってますので、そっと見てもらったらいいかなと思いますけど、見てほしいなとも思いますけどね。そうですね、本当になんか生駒駅みたいな、まあ最近こういう構
想像増えましたけどね、特に他社の乗り換えとか、まあ、生駒線もね、他社じゃないですけど、自社線内でね、乗り換えがあったりとかありますからね。熊野駅って2面4線があって、そうですね、2面4線と、伊賀鉄道行より2面4線、2面4線に1面1線があるから、お一番レトロのやつがまだ走っていってますね。急都走の列車が朝の時間帯はあの細い踏切も結構人通るんですね、まあ、あっちの方行くのにも便利になりましたね。ここが連絡通路のねターミナルになりましたからね。三岐鉄道が発車している北西線がね、あれも三両編成やから冷房がちゃんと入ってるやつですよね、まあ、この時期になったら冷房もだいぶ良くなってるでしょうね。この前は大変でしたけどね。あ、アーバンライナーの方だった。そうですね、まだアーバンライナーも高収入についてますからね。逆にもうこういう光景も見られることは少なくなるんでしょうからね。いいな、雨ですね。なんかずっと見とっても飽きないですね。一応ちょっと桑名駅をぐるっと見てみましょうか。でここに近鉄の切符売り場があって、本当になんか生駒みたいですね。ここの眺め生駒みたいでもあるし、また大和西大寺もねこんな感じで、まあそこはさらにもっとね見てくださいって感じのね、構造になってますよね。まあ何せあそこのねあの立体交差、立体じゃない平面交差がね非常にね見応えありますからね。でこっちからああすごい綺麗になってる。へえ、情報上すごいな。前の旧、ターミナルっていうのかな、情報上がこっちですね。あもうだいぶ回転進んでるんですね。そうここはね昔が使っとって、ここも結構なんやかんや言ってちゃんと乗り降りできるスペースがね駅前にあって、食わないなって四日市と違ってってね話をよくねちらっとしてましたけど、何ですか、よ食わな格段に便利になってるじゃないですか、ね、JR と近鉄の乗り換えもねあっちまですよね。ね四日市大変ですからね、駅がガクッと離れてますからね、バスで2つ分離れてますからね。でなんか駅前も整備、こんな綺麗に整備されて、ね、タクシーもね優雅に回ってますよね。なんかタクシーも高級感が出ますよね、こういう風な綺麗なところに並んでると、ね、でパーキングはそれに向けてこっちの方にパーキング作ってたんだ。前になんでこんなところにパーキング作ってんだろうなと思ってましたけど、見越してたんですね。800円、24時間800円、安いじゃないですか。四日市より全然安いじゃないですか。全然便利じゃないですか。いいなぁ、めちゃくちゃここで使い勝手良さそうなロータリーですしね。へぇー、でそこはあすごい貨物車用の駐車スペースが用意してある。もう元ね、配達してた人間としてはこういうスペース作ってくれたらなんてもう最高じゃないですか、桑名ね。これ裏口の方ですかね、表口の方ってどうなってんだろうな。うまいこと作ってあるなぁ。四日市とえらい違いじゃないですか。あ、今度一回ちょっと四日市の乗降場も見てみます。誰も使ってないからあそこ全然取れますよね。ねえ、本当に。あれはちょっと。またまた議論しないといけないようなレベルですけど、でこれでね、まあ、今回の切符はね、ここでも買えますよね、この特急券でも確か買えるはずだし、まあ、桑名駅は窓口もあります。窓口も綺麗な、なんか近鉄っていうより、南海電車の、売り場みたいな感じですよね。これまで言ったら、河内長野のあの特急券売り場みたいな感じが。で、養老鉄道は、ここまで入っても大丈夫なんだな。で、めっちゃ綺麗になった。すごい。
あだいぶ養老鉄道カラーになって、で下に降りていくと、あこれがこの前工事しとったところが、あすごい連絡改札も立派になってるわね。へえ、こんな感じになってここが改札になって、その前乗り越しステーションとかもできると、はあ、でこっちはこっちで、あここで買えるんだ、あなるほど、完全にちゃんと前みたいに近鉄のところで買って紙のチケットをね駅員さんに見せて通してくださいってするようなことはなくなったってことですね、はあ、1日フリー切符もここで買えるんですね。あでもこれで買うと多分普通の紙のやつやから、あでもあのこの前ね買ったやつみたいに後に残るようよね、あちょうど来たんが、投影機用のボタンが置いてあるっても面白いですね。いくらで反応するんだろう、反応しないようにしてたらと思いますけどね、手回りしたら290で、へえ、まあ、こっちは1日乗車券売ってないな、こっちだと売ってんだ、面白いな、こっちは昔から置いてあるやつで、なんかこっち後から置いた感じかな、へえ、ね、どうせあの観光で利用するんでしたらね、記念に残すのにはね、あのこの前買ったね、あの写真のこんなやつの方でね、もしねあのこっちの方でね買えるんでしたらね、なんかちょっとやっぱしちょっとの残しとくのにいいじゃないですか。さあで歩いてね JR 乗り場の方まで来てみましたけど、綺麗になってますね、うわ駅内表とかもめちゃくちゃ綺麗で、電線切ってれば、まあここであれですね、全部一通り買えるんでしょうね。何の ATM があるのこれ、105と三重銀行、へえ、まあ桑新さんもすぐ前にありますしね、うん、ということで、とりあえず桑名駅の紹介ということでしたね。で、次ね、どうするかというとね、次ね、行くのがね、あそこ島ヶ原までとりあえず行こうと思いますよ。さあ1340円で島ヶ原まで、ちなみにこれね後からテストに出ますが、ここちょっとメモっときますよ。隣の1690円までをちらりとね頭の中に出ながら島ヶ原ね行こうと思います。前にねやりそびれとるね、あの東西南北のね橋の駅ね、最東端、最北端、最南端、最西端行こうって言っとって、最西端がね、曲がりなりにも行けてないってことで、まあ、じゃあせっかくだからこの機会にね、ワンデーフリーバスとかって近鉄で使わんとわざわざ桑名から乗るんかいっていうところですけどね、まあ桑名駅も取りたかったんでね、その辺りはってことで、ここからちょっと買ってね、とりあえず関西線で行きたいと思いますよと、さてと買って買いましたねということで、1340円でね島ヶ原まで行こうと思いますよと。